おはようございます。4月18日月曜日でございます。なんか通信環境がね、一時的に悪くなりまして、放送がちょっと遅れました。皆さん、起きてますか出勤してますかおはようございます。そっか、時間の声でございます。今日もサブチャンネルからのラ,ライブ放送でございます。どなたか来てくださるといいんですけどね、やっぱりサブチャンネルはメインチャンネルと違って結構不安ですよ。 新しい動画をね、アップロードしても再生数が1桁とかが多いですしね。2桁もまあまああるんですけども。まあけどね、やっぱりこの辺、いきなりサブチャンネルってのは結構きついですね。継続して同じチャンネルからお送りするからこその、やっぱり YouTube チャンネルだと思います。相川さんおはようございます。で、今日のテーマはですね、50代ですべきだったこと、50代でやらなかったから60代以降に感じた後悔ということでね。 1>, 1万人の方にアンケートを通ったその結果になっております。お、ワンハウスさんどうもおはようございます。もうね、今サブチャンネルからの放送ですからね、来てくださって本当にありがとうございます。あの、アカウントの制限は26日までだと思いますので、あと1週間、このままちょっとね、耐え忍ばなければなりません。プラス、私のメインチャンネル、いつもう崩壊するかわかりません。もう警告2回目なんでね、3回目は終わりですからね。 まあこれからもね、でもね、YouTube を中心に活動していくのが変わりませんので、このサブチャンネルもきちんと使いながら、また地道に1からスタートでございます。まさに初めの一歩。新しいチャンネルで始めていこうかと思いますね。はい。じゃあ今日のテーマに戻ります。えー、60歳以上の方、1万人にアンケートを取りました。50代ですべきこと。50代でやらなかったから、60代以降に感じた後悔。これをですね、 トップ3にまとめましたので、今日はこちらの方からお送りします。まあ、というのがね、私ももう今年中に50歳になるわけですよ。ですんで、60代以降を豊かに過ごすために、どんな50代、この10年間を使っていこうかなと考えてるわけなんですよね。小路さんおはようございます。またあの動画の方を送らせてもらいましたのでよろしくお願いします。はい。それでね、大きな意識として、50代っていうのは、 40代の延長線上ではないですよってことを強く意識してくださいってことを私サイドサイド警告されてですね、そのつもりで今49歳は過ごしてます。ですので49歳から50歳になるんではなくて、49歳で前半が終わって、50歳からまた1からね、今度は後半戦を過ごす、いわゆる老後に向かう一番若い第一歩が50歳だというふうに捉えていくんですよ。えー、まあこれをね、簡単に言うと、 若さの集大成が40代、老後の第一歩が50代ということで、受け入れがたいんですけども、私も老人の一番若い世代、50代に入っていくというふうに考えていこうかなと思っております。まあレスでね、50代は若手なんて言葉がね、結構高齢者仲間の中ではあるわけですけども、そこに私も足を踏み入れるのかなっていうところでございます。まあそうですね、振り返ってみると、私が10代の頃、定年退職は55歳でした。ということは、 やっぱりね第2の人生っていうのは50代から始まるというふうに考えてもいいのかなと思うんですよ。ですので50代をしっかりと過ごすことによって60代以降もね可能性に満ちあふれた楽しい年代を作り上げることができるんだよなかろうかと思です。そういう意味でも40歳40代の延長に50があるというよりも50からは新しい価値観とともに新しい自分を作り上げていく大事な10年間だと思いますので50歳から 60歳に向かうこの10年間、大切に育てていこうと思います。はい。えー、そしてですね、若さの概念と老いっていうのを、私何度も自分に言い聞かせてる言葉があるんですけども、一つはね、若さとは何かを得ようとすることだと思うんですよ。そして老いとは、もう何も失いたくないと思うこと、こういうふうに分けています。では、まず一つ目、若さとは何かを得ようとすることについて簡単に解説していきます。 まあ若い時ってのは、お金は確かにないんだけども、お金がないことに対する不安っていうのはないわけですよね。金がねえなあ、っていうふうに言って終わりなんですよ。深刻になることはありません。まあ、親役代との時間が主ですからね、養われている立場からすると、そういうふうに考えるのもそうなのかもしれませんけどね。お、コウジさん、本日は終日仕事なので、時間を見て動画編集させていただきますのでよろしくお願いします。お忙しいとこ恐縮です。あの、明日や明後日になっても構いませんので、あのー、 まあ、お手つきの時によろしくお願いします、はい。そして、若さは何かを得ようとすることの2つ目なんですけども、経験は少ないけども、いつでも新しい挑戦や出会いがあるということで、待っていてもね、新しいトライっていうのが自然に降ってくるんですよね。若い頃ってのは。例えば、受験があったり、競争があったり、文化祭があったり、それから就職活動があったり、転職があったり、恋愛があったり、別れがあったり。 いろんなイベントがほっといても向こうからやってくるこれが若い時期なんですよねだから求めなくても経験とか挑戦っていうのは勝手にやってくるんですよあんまりいいことじゃないですけども仲間割れしたりとかねいじめられたりとかねそういう経験もほっといてもきますからねはいえそしてね若い頃っていうのは向かうべき選択肢が多くってミュージシャンになろうかなとサッカー選手になろうかなそれとも小説家になろうかな俳優になろうかなバイトしようかな フリーターになろうかな、ニートになろうかな、進学しようかな、就職しようかな。いろんな選択肢が多くて、どこに失敗しても怖くないんですよね。挑戦して失敗しても、こっちの道行こうかな、あっちの右道行こうかな、こっちで再出発しようかな。いくらでもチャンスや道筋があるわけなんですよ。プラス、人のつながりは新しい環境に変われば、いくらでも増えていきますよね。だから人脈って、もうほっといても勝手に広がっていく、ね。もうそれこそね、鬱陶しいぐらいメッセージが来る。 ラインが入る。みたいなことだと思うんですよ。で、いろんなところからね、こっちに入れ、あっちに入れ、こっちに参加しろ、あっちに参加しろというふうに勧められて、断りきれなくて合コンに行っちゃったみたいなこともあると思います。お、清美さんおはようございます。昨日は、こちらこそありがとうございました。昨日はね、ゆっくり過ごせてよかったです。結構ね、繁盛してたみたいで、私がね、たこまるさんに行ったとき、たこ焼きが多分空っぽになったと思うんですよ。 で、私の前に並んでらっしゃる方、たこ焼きをこう両手で、ね、持って行ってましたんで、あ人気だなと思ったわけなんですけどね。足ゲミさんもどうもおはようございます。今日もよろしくお願いします。で、私もね、昨日はたこ焼きを6個お願いしたんですよね。<laughs> 6個もたこ焼き食べる一家ですよ。昨日は私の母も同行しまして、一緒においしいおいしいってたこ焼き食べたのと、山まとくんもやっぱりね、1パックぐらい食べちゃって。<laughs> もうね、私もお昼ご飯は、 たこ焼きをたこるさんの6パック、6パックじゃない、6個なんですけど、6個1パックで、えー、お腹いっぱいなんですけども、ヤマトくんも同じ量食べるんですよね。プラス、ヤマトくんはアイスクリームも食べてましたんで、すごいですね。あ、それで、キよミさんね、あの、そろそろあったかくなってきましたんで、ホットコーヒー、ね、次回からは、あのー、ちょっとね、私、アイスクリームをね、お願いするんだろうと思いますんで、コーヒーは本当、昨日で、ホットコーヒーはラストにしようと思いますんで、またね、のぶひとさんに、 ありがとうございましたと、コーヒーいただきましたということでね、お話ししてくだされば幸いでございます。これからホットコーヒーからね、あの、まあ、アイスコーヒーがあればアイスコーヒーをお願いしたいと思いますけども、まあ、多分ないんで、自動販売機か、もしくは、ま、アイスクリームをね、いろんな種類、また、私も食べさせてもらおうかなと思います。あの、皆さんね、タコ丸さん、キヨミさんのお店はね、アイスクリームの種類も結構あるんですよ。ヤマトくんが気に入っちゃってね、パクパク食べてますけどね、カップと、あの、ウェハースで楽しめるという。 え昨日はクタクタになりました。あ、やっぱりそうですか。ね、あの時間でね、お昼前であの忙しさですからね、午後もかなり来たんじゃないですか。昨日は天気も良かったし、あったかいし、海水浴や釣りの方も出てきたんじゃないかなと思うんですよ。結構ね、清見さんの前に、あの、海水浴場があって、まあ釣りもよくできるようになってるんですけども、人がいつも多いんですよね。冬場はカモが多いんですけども、昨日もサーファーみたいな方が結構何台か泊まってらっしゃって、 あの、マリンスポーツを楽しんでいたのかなというところでございます。あ、かき氷も始まるんですかいや、いいですね。山とくんもかき氷多分好きなんですよね。うん、まだ、去年ちょびっと食べさせてくいなんですけども、まだね、あの、今週の土曜日ですけども、お伺いした時にお話しできればなと思います。あ、違う、清美さん。今週の土曜日ね、五百遠足なんですよ、23日。ですんでね、動物園の方に行きますんで、また日曜日のお邪魔になると思います、清美さん。 ええー、あの、信人さんによろしくお伝えください。あ、しげみさんもね、あの、ちょっとね、き美みさんのたこ焼き屋さんってね、もう我が家のね、もう憩いの場なんですよ。もうご一緒したいぐらいでございます。はい。じゃあ次行きましょうか。若さとは何かを得ようとすることの5つ目なんですけども、若い時って、怪我をしても病気になっても、まあ、すぐ治る。で、もう何にも怖くないんですよね。 もちろん、難病とか10病とかね、精神的な病気ってのはすごく、えー、足をあの悩ませるもんだと思いますけども、まあ通常ね、なんかちょっとこう、やんちゃして怪我したとかね、病気になってお腹壊したとかね、うん、全然へっちゃらですぐ飛び出してたような気がしますよね。だから若さっていうのはこういう風に、傷つくを恐れずに、もう何かを得ようとする精神の方がちょっと強いって感じですかね。はい、清美さん、遠足で楽しませてもらおうかなと思っております。うん、いきなはからいよね。 あの、インターナショナルスクールもしてくれるもんですよね。はい。えー、で次ですね。じゃあ、老いってのは何なのかってことなんですよ。老いとは、もう何も失いたくないと思うことなんだそうですけども、私もそういうふうにね、えー、自分に認識してるんですけども、例えばこんなことがあります。50代とか60代になってくると、老後資金は大丈夫だろうか、足りるだろうかっていうふうな不安がありますよね。だから、なるべくお金を失いたくないと思っちゃいます。それから健康状態。 これ以上健康状態は悪くならないだろうかもう本当に大丈夫だろうか腰はどうしてこの痛みは消えないんだろうかどうして自分はこういうふうにあの体を痛めたらなかなか治らないんだろうか、まあ、つまり健康状態を壊すとなかなか戻らないんで、そこに対するね、健康を失いたくないっていう恐怖がありますよね。えまた、こんなあ心配もあります。親の介護。 親の財産はどうだろうかっていうことで、そろそろ自分の親に対しても、いろんな準備をね、手伝ってあげないといけない。いわゆる就活をしなくちゃいけないかなと思うんですよ。まあ確かに自分が50代とか60代になってくると、親はプラス30歳ぐらいですから、もうね、80代なり90代なり、100歳が見えてくる年代、なかなかね、老化ってものと、うん、縁が切り離せないのは、自分たちが50、60になってみると、 よくわかるってことこですよね。私の母もね、就活してますよね、今ね。はい。えー、それからね、あの、やっぱりこう、50代を過ぎると、若い頃はこれをやった。私の子供はこうなっている。学生の頃は自分はこうだった。それから私たちの時代はこうだったっていうふうに、口をついて出ちゃうんですよ。うん。この言葉っていうのは、まあ、年齢を重ねればね、仕方がないことなんですけども、でも、 私たちが若い頃っていうのは、年の、年の上の人からね、散々聞かされてきた枕言葉で、当時はピンとこなかったですよね。でも、今、自分の口から口をついて、いや、若い頃はね、私たちの時代はね、っていうふうに話すのを振り返ってみると、あ、年を取ったなぁと。つまりは、今に生きてないなっていうふうに感じさせる瞬間なんですよ。今に生きてない。 今自分がこうだったら、別に昔のことを引き合いに出さなくてもいいのに、ついつい昔のことや子供のことをね、話題の中心に出してしまうっていうのは、今の自分はちょっとね、いろいろと何なんだろうなっていうふうに振り返るときが、私は出てきたかなっていうところですね。はい、えー、よしみさん、おはようございます。元気に、お目覚めでしたか元気でございます。<laughs> 小ーさん、ヨシみさん、おはようございますと。で、清美さん、私のチャンネルのコメントに先生のチャンネルの問い合わせが来ます。先生の概要欄からコピペしてお知らせします。あ、ありがとうございます。今ね、メインチャンネルがお休み中でございますんで、<laughs> サブチャンネルはちょっと探しにくいのかもしれません。お知らせいただければ幸いでございます。清美さん、ありがとうございます。はい。ということでね、若さとは何かを得ようとすることであり、老いとはもう何も失いたくないって思うこと、この心理状態かもしれません。うん。 ですんでね、私はこれを認識して、そうならないような50代を過ごすことによって、そうならないような60代としてね、少しでも廊下に、もうなんかこう、対応しようかと思ってるわけですよね。はい。じゃあですね、今日のまとめにだんだん入ってくるわけなんですけども、1万人アンケートで分かった50代にできなかったこと、後悔トップ3でまとめさせていただきます。で、大きくこのトップ3はこんな感じになってます。 50代になった時に意識を変えるべきだったっていうふうに後悔されている60代以上の方が多くいらっしゃること。そして2つ目、もういいやはもちろん禁句なんですよね。もうこの年だからいいやって言うんじゃなくって、まだまだ頑張るぞっていう意識を持っていただきたいと。でも、これでもまだ足りないそうなんですよ。まだまだ頑張るぞって思うのと、同時にやっぱ一花二花咲かせるためのね、挑戦を 常に自分の人生に問いかけていく、そんな50代を過ごさなければ、60代からもう新しいことをやろうなんてとても思わない、そうなんですよ。はい。で、3つ目です。自分の客観的な存在意義を未だに見出していないという後悔があるというね、ちょっとわかりにくい言葉なんですけども、こういったことをね、語ってくださる60代以上の方も多かったということでございます。じゃあ、1つずつ、えー、解説していきます。えっと、第3位なんですけども、これね、まとめるとね、 アイデンティティの喪失ってものが来るそうなんですよ。まあ、例えばこういうことです。何々銀行の大塚です。何々商事で部長をしております大塚です。といった名詞とか、組織っていうバックボーンがなくなると、自分にはこういう価値があるっていうふうに思えなくなってくるんですよ。これがアイデンティティの喪失なんですよ。特に財閥系とか大手企業、有名企業の出身者に多く見られるんですよ。 どこどこの私ですっていうからこそ自分のアイデンティティが自信を持って語られたんですけども、その組織を離れると、自分は組織を離れたら一体何者なんだろうっていうふうに来て、その落差に悩むそうなんですよね。だから60代以降になっても、学生の時はね、若い頃はね、何々会社の頃はねっていうふうについつい言ってしまうらしいんですよ。つまりは今が語れないという悲しさがそこにあるというふうに語っておられますね、多くの方が。 だから、60代以降には個人の肩書きで呼ばれるような客観的なアイデンティティを身についておくことがそれを担保するというふうに言われてました。つまりは、何の現役でいるんですかっていうふうに60代になっても70代になっても自意識ができるといいかなっていうところですよね。はい、ちなみにね、私の母の例なんですけど、私の母は78人、もう来月になるんですよね、78歳ですよ。まあけど 民謡の先生であり、三味線の師匠であり、舞台をこなして、着物を着付けてということで、いまだに現役なんで、だから、街行く人にはね、先生と呼ばれておりますし、本人もそういう意識なんでしょうね。教室があり、三味線や民謡を人に教えていて、先生であり、舞台があり、そのお、まあ、段取りや片付けに奔走しているということでね、80歳になってもまだやれるなと思ってるそうなんですよ。つまりは、今を語っているから過去を語ることがあんまりないんですよね。まあ 一言言うと、ああ、忙しい、忙しいって感じですよね。<laughs> まあ、それは前向きな忙しさですごく楽しい毎日が送れてるんであったかろうかと思います。はい。じゃあ、二つ目。モチベーションの低下についてちょっとお話していこうと思いますね。はい。あ、ノクさん、おはようございます。皆さん、一匹狼味。ワオーンって感じですよね。まあ、ノクさん、今日も動画の方を見させていただきました、昨日。なかなか、うん、考えるところが多かったですね。 私もね、やっぱノックさんから動画いただくと、ついつい自分の動画もね、もう作りたくなっちゃうんで、作っちゃいましたけども。あの、これからもね、いろんな動画を送ってください。よしみさん、コウジさん、おはよう。お仕事気をつけて。はい。コウジさん、気をつけてくださいね。ご安全に。はい。じゃあ、2位のモチベーションの低下についてお話し,します。60代以上の方1万人にアンケートを取ると、50代の時にこういうふうにやっておかないと、60代から響くよってことだったんですね。 で、60を過ぎると、今までのキャリアを活かせないことばかりに遭遇するそうなんですよ。だから今までのキャリアを使おう、使おうとするんではなくって、50代から1からキャリアを積み上げておく、その延長線上で60があるといいよっていうふうに言われてました。だからね、50代で新しいことを始める、その最後のチャンスだと思って、50代を過ごすといいらしいんですよ。そうすると60代に入っても、50代で始めたことの10年選手。 一定の自信と人脈と地位が確保できるということなんで、自分のアイデンティティも確保できますし、意欲を持って60代、そして70代に向かうことができるというふうに言われていました。十分新しい世界に挑戦できる自分でいられるということなんですよね。まあですので、50代で何を始めるかってことが、60代以降を楽しく豊かに過ごすこと、そして新しい人脈を構築することの重要なスタートになるということなんですよ。 ですので私は50から新しいことをこれこれ始めますみたいなことでね、最近語ってるわけなんですよ。40までやってきたこととは全く別のことを50代だからこそ始める。それをフライングスタートで49歳のうちにいろいろ手をつけていこうと思うんですよね。まあその中で、あの、プロの視点っていうね、そういうふうなコーナーも作っていこうと思うんですよ。これはいろんなプロの世界の方々が、まあ世の中で起きているいろんな事象をね、プロの目線で話すってことなんですよ。最近で言うとね、 自動車の盗難多いらしいですよ。高級車の盗難。まあこれをプロの視点で語るとどういうことかっていうと、いわゆるね、車の窃盗団っていうのは昔からあったわけなんですよ。で、車の窃盗団のプロの方から語るってわけではないんですけども、そこに何がしかの造形がある方が、こういう形で今は窃盗団っていうのは出来上がってるんじゃないかな。だからこういうふうな対処策を取った方がいいよっていうふうな、プロのアドバイスをいただけるようにね、できればなと思うんですよ。 またその他、訪問販売。私もやったことがあるんですけども、訪問販売を真面目にしっかりとやってらっしゃる方から見ると、どんな訪問販売の業者が怪しいのか、どういうふうな防御策、断りの手段を持つべきなのか、ってこともアドバイスいただけると思うんですよね。まあこういうのを、私は50代からね、少しずついろんな方と対談をする中で、プロの視点ではこうですよっていうものをいろいろ引き出して、50代以降、 家計を守る中心人物にね、お伝えしていければなと思います。同時に若い方に、えー、こういった形でね、世の中には危険が溢れているよと、50代以降でもコロッとやられちゃうんで、若い皆さんも気をつけてねっていうようなメッセージになればと思っております。まあ、こういうコーナーをね、例えば始めようと思っております。様々なプロの視点でいろんなことを語っていきたいと思いますので、例えば暗号通貨とかね、IT テクノロジーとかっていう話題も出るかもしれません。 そういう意味ではね、50からいろいろと始めていきたいなと思うのが私の考えです。えー、はい、ノクさん。変身動画いつもありがとうございます。いやー、こちらこそありがとうございます。ノクさんのね、やっぱこう話題にはね、私もすごく、あの、思うところが多いですから、まあ気が合うんですよね、やっぱりそういうところではね。はい、清美さん。 お母さんは本当に綺麗で若々しくてパラフルにご活躍されて素晴らしい方ですね。お芋ありがとうございました。あ、昨日ね、茨城からお芋の方、<laughs> ぜひ食べてください。なんか、我が家でもあれ人気なんで、えー、清美さんにお分けしたいっていうふうにして、昨日ね、あの、飛び乗ってくれたんですよ。<laughs> あの、元々はね、母と一緒に行く予定ではなかったんですよ、昨日はね。あの、ちょっと乗せてって,って感じでね、追い返ってきました。あ、関係おじさんどうもおはようございます。関係おじさんも、 このサブチャンネルもね、よくお越しになります。本当に、うん、ありがとうございます。おかげさまでね、このサブチャンネルのライブ放送も、10人ぐらい、2桁に伸びていくような勢いですね。非常にありがたいと思っております。まあでもこのサブチャンネル、育った頃にはまたメインに戻っちゃうんで、なかなかね、このサブチャンネルが育ちにくいってことですよね。でもこのサブチャンネルも多分ね、1年とか3年とか5年やると、やっぱり1万人ぐらいの登録者になるんだろうなと思いますね。そういう意味で言うと、これから YouTube を始める方も、 私と同じ位置に立ってるとも言えますんで、あの、一緒に頑張っていきましょう。え、はい、ノクさん。私の中古車あ、自動車込み込みで70万円、購入8年乗り。誰か盗んでくれないかな車興味ね。<laughs> あのね、実はね、あるネットワークビジネスのトップランカーの方にあのお会いすることがあったんですけども、まあ、盗難とかね、他のことを考えると、なんか中古のね、10年ぐらいのベンツがちょうどいいって言ってましたよね。 中古の10年ベンツって今ね、込み込みで100万円ぐらいなんですよ。で、あの、盗まれにくいと。<laughs> で、メンテナンスも結構部品が余ってたりとかするんで、維持費もそんなに高くないし、まあ結構ね、10年前のベンツって言っても快適なんで、とっても豊かに乗りますよって言われてましたね。そういう意味で言うと、その、軽の中古車っていうのも、盗難のリスクはないですしね。うん、なんだろう。う事故の時ぐらいですか危ないのは。うん。だから安全運転するなら、中古車が一番いいっていうの。 かもしれないですね。はい。ありがとうございます。で、えー、っと、今日のテーマ、最後のまとめの方に入っていきますけども、えー、50の手習いを始めておけば、まだ間に合ったのにっていう風に、60代以降の方っていうのが、まあ、言われてる例が多かったですよね。これがだから、えー、50代でやっておけばよかったという、後悔の第2位でございます。それでは第1位は何でしょうか第1位は、 他でもない、定年後の人生設計をしておくべきだったってことなんですよ。まあ、定年っていうふうに、ね、まとめさせていただきましたけども、60代以降の人生設計をしておくべきだった。それが50代でできる最後のチャンスだったってことらしいんですよ。なかなか60代以降を過ごしながら、人生設計を同時にねっていうことでは、手遅れなことが多いっていう風に言われてましたね。で、人生設計っていうのは多くの方がしているつもりではいると思うんですけども、 少なくとも不十分だというふうに感じている人がほとんどでした。こんなはずじゃなかったのにというふうに思いながら60代以降の人生を噛み締めているっていうのが現状らしいんですよ。ね。特に無駄な贅沢をしたこともないし、真面目にコツコツとやってきた。それなりにお金も貯めながら人生設計と言えるものをしてきたはずなのに、その人生設計はまるでね、できてなかったってことなんですよ。もっともっと高いレベルでやらないと、現実は人生設計の通りには、 歩んでくれないってことを痛感してるらしいです。だからもっともっと厳しい世の中になると思いながら、60代、70代、80代の人生請求をする50代でなければ、こんなはずじゃなかったのに、お金も足りないし、健康状態は思ったより悪くなるし、人はあっという間にいなくなるしってことを痛感するらしいです。うん、ということですね。はい。えっ、ー、と、清みさん。 皆さん、このチャンネルを探されてる方が多いのでお知らせしてください。私はメカオンチで力不足です。工場やぶシエリさんも探しているよ。一応コピューしましたあ。ありがとうございます。シエリさんも探してくださってるんですね。あの、突然ね、チャンネル制限を受けましたんで、あの、明日からこっちになりますって告知ができないんですよね。本当になんかそういう意味では、そっか塾の熟成さんはね、毎日メールでお知らせできるんですけども、それ以外の視聴者さんにはちょっとね、お知らせが遅れますんで、 よろしかったら皆さんの方からも拡散していただければ幸いでございますさあ,あ60代以降で後悔していることのトップ3を1万人のアンケートをもとにお送りしましたけどもあのお金とか人脈とかやる気も実は上位に上がってきたんですよただ今回は以上お話した3点をトップ3にさせていただきましたまあどなたもね、うん、別にサボってたわけではないんですよ 仕事に某殺されて、それどころではなかったっていう人が多いでしょう。なんとなく万全と過ごしているうちに、その前ら60歳にという人も当然いますけどね。意外に多かったのは、定年になったら、もしくは60代になったら、まずはゆっくり充電しながら、その先のことを考えようと思っていたタイプなんですよ。こう思うのは無理はないと思います。しかし、その充電中に、現役世代、せめて50代から、定年後の人生設計をしておくべきだったと後悔してるっていうのが現実なんですよね。まあ、だから、 60代、70代で先のことを考えるんじゃなくて、実はもう50代がそれ以降の人生を考える最後のチャンスということで、えー、今日のね、えー、この放送の一番最初に言わせていただいたのが、40代がそれまでの若さの総決算であり、50代はこれから向かう人生の計画段階にあるよということなんですよ。だから、役職の定年ですとかね、雇用延長が射程に入ってきた世代、つまりは40代の中盤あたりから50代。 まあ若さとは別に老後のこともしっかりと考えておくのはそのぐらいの年代になってるってことなんですよね。はい。で、番外編でですね、人脈っていうことでもちょっとまとめさせていただいたんで今日はそれをお話して終わっていこうかと思います。人脈です。組織の一員だから部下や後輩がついてきてくれたのですが、それは組織内での役割として先輩や上司についてきたっていうだけなんですよね。自分が組織から離れるともう 一気に誰もいなくなるんですよ。これはだからね、長年会社に勤めてきた人によくある現象です。なんか急に自分の名前を呼ばれることがなくなったっていうね。そこに一気に老化とか社会的に不要とされた自分に気づくわけなんですよ。ですんで、組織の中にいる時から自分個人の魅力で関係性を作っておくべきなんですよね。例えば部下を飲みに誘うとみんな嫌がるでしょ。それはね、飲み会だから嫌なんじゃないんですよ。 自分の魅力がないから嫌なんですよ。だから、飲み会があんまり推奨されてない、今みたいな世の中でも、飲み行くぞって言ったら、行きますみたいな感じで、自分についてくる人を普段から作ってますかってことが非常に多く問われてるわけなんですよね。これは組織の中にいると全くわからないことらしいんですよ。だから、ネットなどで自分主体のコミュニティを作っておくことを私はお勧めします。自分が主催してるコミュニティで、そこでね、 ここういいっっっライブ放送でもいいででもすすかから、何人かの方ととながてておくってことなんですよ。自分がリーダーとしてつながっている組織を持っているそののメンバーさんの中にも自分がリーダーで作っている組織があったとしたらその人の会員の一員として参加してあげるということで、まあ、相互会員みたいなことをやるとね、それぞれがリーダーシップを取るコミュニティを運営できてなんか非常に信頼関係に富んだ強い関係ができるんじゃないかなと思いますのでお勧めしておきます。 今インターネットがありますんでね、自分のコミュニティを別にその辺で集めてくる必要はありません。インターネットで自分の好きなことをずっと放送していると、その放送が好きな人が寄ってきてくれますので、さらに深い関係とか強い関係をそこで構築すれば豊かな60代、70代が過ごせるみたいなのかろうかというふうに私は考えております。速可塾っていうのもね、言ってみればあの家族みたいな立ち位置で作ってますけども、ビジネスのこともちゃんとね、考えていくんですけども、大筋ではこういうふうな皆さんと一緒に語り合えるコミュニティを これから50代、60代、70代とずっと続けていきたいと思うわけなんですよね。えー、できればね、私がもしね、あの、葬式をすることになったら、自分が死んでね、葬式をすることになったら、葬式もこうやってライブ放送をね、山とくんにしてもらいたいなと思うわけなんですよ。皆さんはね、スーパーチャットで、こう、光電を投げるみたいな、そんなこともね、考えております。はい。じゃあ今日は以上でございます。ありがとうございました。月曜日、行ってみましょう。あとはロスタイムでちょっとだけ待たせていただきます。 えー、もう6時か。早いな。まあでもほんとね、この YouTube チャンネルがなくなっちゃったらどうしよう。まあミクシーに戻りますかね。ミクシーもね、ミクシーちょっとログインしてみようかな。ミクシーも私結構人気でね、盛んにやってたんですよ。それこそもう、Facebook が始まって10年近くまともにやってないですけどね。あれ、ミクシーゲームとかになっちゃった。れどうすりゃいいんだ。 マイゲームキャンペーン。ミクシーホーム。えあ新着メッセージが6件あります。うん、サングラスが好きですかあ久保さんお久しぶりですって来てますね。本、う、当、ん、お久しぶりですよ。メッセージくださってる方がいますね、うん。あ、でもすごい。当時から更新されてる方で、今でも更新。だからミクシーじゃないといけない人もいるんですね。 んすごい。確かに減ったけどな、ね、あ、令和新選組のことを盛んにお話しされてる方がいますね。なんかミクシーも今だからこそ使えるのかもしれないですね。んー男は辛いようなコミュニティ入ってるな <laughs> ミクシー面白いですよ、今でも。関係者ありがとうございます。 えっと、ノクさん、YouTube だけで稼ぐ人もリスクありますね。確かにね、それはありますね。うん。だから YouTube からいろんなものに広がっていかないといけないのかなというところもありますし、結局はオウンドメディアって言って、自分のなんかね、個人ブログとかがあって、コミュニティがあって、そこに YouTube っていうチャンネルを用意しておくっていうふうにしておいた方がいいでしょうね。まあ、ですので、私の場合は、あの、主には即歌塾っていうコミュニティがあって、で、メールで繋がってますんでね、主には、塾生さんと。 だからメールで連絡が途絶えるってことはまあないと思いますけどもまあ私のメールアドレスがねあのグーグルによって拒否されましたみたいなことは相当起きうる可能性は少ないと思いますんでまあ YouTube がねあの利用不能になるよりはだいぶ低いと思いますんでこれからもあのメールでの配信をね大切に使わせてもらおうかなと思っているところですねうんまあでも YouTube 依存ってのは本当 ね、チャンネル登録20万人、30万人の YouTuber さんでも、あの収益化を途絶えたりとかね、YouTube チャンネルが削除されたりとかってありますんでね、絶望するみたいですよ。私の場合はまだね、1万人ぐらいなんで、確かに痛いですけどもね、あの、YouTube の中に投稿してる2万本ぐらいの動画の中には、その、YouTube にも完全に動画を依存しちゃってるところもあるんで、元動画がないやつがあるんですよ。 そのいわゆる人生の記録みたいにして作ってるところがありますのでそこは痛いですね確かにね、うんうん、まあでもミクシーもいいですねなかなか面白いですね東はニュージーランド ドイツの森、うん、ね、敗村、駆け出しアイドル、真由美、はい懐かしいですねメキシコ、はい以上でございますありがとうございました。